ゆかさん、はい、ゆかさんって昔ビッグアイランドに住んでたんですよね。そうそうそう、あの大学の時。あ、そうなんですか、うん、実はね、春休みにビッグアイランドに行くんですよ、うん、あ、本当に、うん、え、初めて？初めてなんです。あ、本当、だから全然ビッグアイランドのことが分かんないので、うん、なんかちょっとおすすめの場所とか教えてもらえたらなと思って。ビッグアイランドは どこ行くの？コナー？コナーです、コナー。ヒロ？コナー。あ、ヒロは行かないの？あ、ヒロはね、多分あのドライブで行こうかなと思って。ただホテルはコナなので。ああ、どこのホテルに泊まるの？シェラトン。あ、じゃあコナのシェラトン。そうです。あ、本当に、うん、うん、そうだな。おすすめのとこね、うん、ひろみちゃんは何したいの？どんなことしたいの？ね、私はあんまりハイキングとかは好きじゃないんですけど、うん、でもビッグアイランドってすごい綺麗だって聞いたので、うん、まあ、ハイキングとか、あとね、馬に乗るのが好きなんですよ。だから馬に乗りたいなと思ってるんですけど。馬ね、どっかで私馬乗ったな。あ、馬に乗りたいんだったらやっぱりパーカーランチ。パーカーランチって知ってる？名前だけでも、うん、アメリカで一番大きい、うん、牧場ランチなんだけど、うん、あ、そうなんですか。そう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 、プライベートのね、うんうん、そこに行ったらね、なんかカーボーイのアクティビティとか、うん、馬に乗ったりできるみたいだけど。あ、本当、うん、じゃあそこ行ってみようかな。行ってみて、うん、ステーキも美味しいらしいし。あ、本当、うん、じゃあ楽しみだ、行ってみます、うんうんうん、あとはね、そうだな、やっぱりビーチはコナンはすごい綺麗。あ、そうなんですか、うん、あの私が気に入ってるのはね、ハプナビーチっていうビーチなんだけど。ハプナビーチ、うん、ブギーボードもできるし、うん、スノーケリングもできるし、すごく綺麗で、うん、あ、そうなんですか、うん、結構おすすめだけど、うん、そうなんだ、うん、あんまりこっちではビーチとか行かないので、あ、うん、ぜひ行ってみます、うん、ハプナはね、本当に綺麗で、広くて綺麗で、のんびりしてるし、うん、あ、そう、うん、じゃあ行ってみますね。行ってみて、うん、あとなんかおすすめのレストランとかありますか？コナで、うん、あ、ヒロでもいいですよ。いや、ヒロはね、全然美味しいレストランないの。あ、そうなん、うん、コナね、おすすめのレストラン、うん、私もいくつか行ったけどね、うん、あんまりどこも良くなかった。そうなんですか。うん、なんかちょっと分かんないな。あんまりこう食べ物は期待しない方がいいですね。うん、そうそうそう、うん。ホテルは高いし。そうですね。うん。わかりました。じゃあ楽しんできてね。はい、行ってきます。